ですね、水中で SNSI 式レギュレーターリカバリーをやっていきたいと思います。インストラクターレベルになったらどれぐらいでやれたらいいかっていうのの続きしていきたいと思います。 SNSI は、実際環境に近い状態ということで、水底について、スキルをやるっていうことがありません。必ず中層、常にライセンスを取った後の状況を考えてますので、中層に浮いたホバリング状態でやっていきたいと思います。で、そこでレギュレーターを大きく外していただいて取るんですけど、口から息は吐き続けなきゃいけない、止めてはいけないっていうルールがあります。この時ね、インストラクターブーって出すのはいただけないですし、浮力コントロール取ってる状態でそんなに息を吐いてしまうとマイナス力になっちゃったりしますので、小さい泡を継続的に出す、口をちょっと尖らすような感じでやってみましょう。そして肩を大きく倒して横にロープ、ね、垂らしてから大きく手を回して拾う方法、それからダイレクトに取る方法、この時常に小さい泡を吐き続けることをちょっと意識してやってみましょう。それでは海行ってみましょう。